ダイニングルームの天井に描かれたタルボットの絵タルボットハウンドはイギリスのイングランド原産のセントハウンド犬種である。単にタルボットと呼ばれることもあり、ブラッドハウンドとは体になる存在である。11世紀にノルマン人がイングランドに持ち込んだノルマンハウンドを改良して作られた。かつては貴族の鹿狩り用の犬として非常に名高く、いくつかの名家の家紋に刻まれるほど高貴な 存在とされていた。勇敢で粘り強い性格は、ノルマンハウンドの先祖であるセントヒューバートから受け継いだ、ものである。長く流星の時代が続いたが、ベルギーから輸入された、共通の先祖を持つブラッドハウンドに人気を奪われ、さらに鹿量の人気が衰えることで頭数を大幅に減らしてしまった。その後人気は回復せず、 18世紀の終盤から19世紀初頭頃に絶滅してしまった。絶滅してからしばらく経つが、シンボルとしてのタルボットハウンドは現在も人気が高い。タルボットはブラッドハウンドに比べると皮膚のたるみが少ない上、それよりもやや細身である。耳は肩まで届くほど長い垂れ耳で、オアサーベル型の垂れを。顎の力は強く、体は筋肉質で引き締まっている。 頭部の形はやや、ブラッドハウンドに似るが、マズルは、先細りで長く、大きさもそれほど大きくない。首は長い。コートは、スムースコートで、毛色はホワイトもしくは非常に薄いタン。大型犬サイズで、性格は忠実で勇敢、私的であったと言われている。ありがとうございます。